ぼっちゃん列車への支援のあり方を話し合う検討会にオブザーバーとして参加していた県が次回以降の参加を辞退する考えを松山市に伝えていたことが分かりました伊予鉄道は運転手不足や赤字を理由に去年11月から坊っちゃん列車の運行を休止これを受け松山市は坊っちゃん列車を考える会を立ち上げ昨年度2回の会合を開いて 官民で支援の在り方を検討してきました伊予鉄道は今年3月運転手の確保にめどがついたとしてぼっちゃん列車の運行を再開残る赤字の解消に向け市はふるさと納税型のクラウドファンディングを行いましたが目標の2500万円に対し集まった寄付額は280万円余りとおよそ1割にとどまっています また考える会は今年度一度も会合を開いていませんがこうした中、今年5月オブザーバーとして参加していた県が次回以降の参加を辞退する考えを市に伝えていたことが分かりました。理由は市が主体となって方針を検討しているためとしていて県は取材に対し市の動向を見守っていく姿勢に変わりはないとコメントしています。 市は定調に終わったクラウドファンディングについて今月中に市民へのアンケート調査などを取りまとめ年内に2度目のクラウドファンディングを行うかどうか判断する方針です。